アテネ地下鉄3号線は、オアサが運営するアテネ地下鉄の路線。この路線の最初の開業は、2000年1月28日に、新田熊駅からエスニキアミナ駅までの間である。現在、ニカヤ駅からアテネ市の東に隣接する、エガレオ市にある、アギアマリーナ駅を経て、アテネ市街地中心部を東西に横断し、 アテネ国際空港までの 45km で運営されている。ドゥキシス・プラケンティアス駅から先は、ギリシャ国鉄プロアスティアコスの軌道に乗り入れて、同線の列車と軌道を共用する形で、アテネ国際空港まで運行されている。アギア・マリナ駅とドゥキシス・プラケンティアス駅間の列車の運行頻度は次の通り。なお、ドゥキシス・プラケンティアス駅とアテネ国際空港間の運行頻度は、 終日30分に1本である。主要駅である、新タグマ駅の平日の始発、終電の時刻は次の通り。フリクエンシーズオブルーツ http コロンスラッシュスラッシュ stasy.gr スラッシュインデックス .php id イコール 69&、l イコール1ファースト&、 ラストトレンデパーチャーズ http コロンスラッシュスラッシュ stasy.gr スラッシュインデックス .php id イコール 67&l イコール1ありがとうございます。